繊維筋痛症で使う薬3選。はい。というわけで皆さん、こんにちは。心療内科医竹雄がお送りする心身症チャンネルです。体も心も健康に。ということで、今日も3分解説ですね、やっていきたいというふうに思います。簡単な自己紹介ですね。私、心療内科医竹雄と言いまして、医師歴十数年ですね、診療経験こんな感じになっておりまして、このチャンネルはですね、実は心身症というストレスに伴う体の病気、を正しく皆さんに知っていただくために心療内科医が発信する YouTube 上唯一のチャンネルになります。なのでぜひともチャンネル登録をしてまた次の動画を見ていただけたらなというふうに思います。というわけで繊維筋痛症ですね。で、使う薬ということで、今日は3つお話したいと思うんですけれども、順番に解説していきますね。まず1つ目ですね。まず1つ目は、これ聞いたことあると思いますけれども、リリカっていうようなお薬ですね。一般名っていう、その成分の名前としては、プレガバリンっていう名前になるんですけれども、これ、数年前に発売されたお薬で、一時期 CM でですね、この神経障害性疼痛、要は痺れとかですね、ビリビリするような感じ、これに効きますよみたいな感じで、某製薬会社さんが結構 CM を流してたんですけれども、これで知ってる方っていうのもいるんじゃないかなというふうに思います。で、これ結構整形外科とかでもですね、ここ数年ものすごい出されることが増えてきていて、これ非常にいいお薬ではあるんですけれども、いいお薬なんですけれども、副作用、これ注意していただきたいのが、一つはふらつきですね。で、もう一つが眠気です。で、リリカの使う量っていうのは様々あるんですけれども、欧米で使われているような量ですね。これを使うと、日本人は大抵もう眠気がすごい、あるいはふらつきがすごいっていうことになりますので、ものすごい少ない量から使うというのがポイントになりますね。まあ、処方するのはお医者さんなんであれなんですけども、あまり多い量から使うと、それで、本当に眠くなって翌日動けないとかっていうことになりますので、これちょっと注意が必要ですね。ただ、量を増やせば効く、いうお薬でもあります。はい。というわけで、2つ目ですね。2つ目は、デュロキセチンというお薬ですね。これは、サインバルタっていうお薬なんですけれども、これが、繊維筋痛症に効くということで証明されています。で、これどういうお薬かっていうと、お薬の種類としてはですね、もともとは抗うつ薬、うつに対するお薬ですね、として開発されたものなんですけれども、そのうつに対する作用ではなくて、痛みに対して効くということが知られていまして、これが使われるということがあります。ただ、これもですね、副作用、特に飲み始めですね、に、吐き気が出たりとかですね、そういった副作用がある場合がありますので、まあ、慎重に使っていくというのが必要になります。はい。というわけで3つ目ですね。3つ目は、トラマドールですね。トラマールといったり、あるいはアセタミノフェンという別な痛みとの合剤、合わせたお薬ですね。で、トラムセットっていうのとかもありますし、あとは1日1回だけのお薬でワントラムっていうお薬もあったりするんですけれども、これは全部トラマドールっていうようなお薬になります。で、これはですね、いわゆる麻薬、麻薬分かりますよね。麻薬の、種類の一つなんですけれども、そんなにものすごいきつい麻薬ではなくて、軽めの麻薬になっていて、これはですね、結構、これも整形外科の方で出されたりということがあります。ただ、これもですね、副作用要注意で、吐き気とかですね、便秘とか眠気とかですね、こういった副作用がありますので、使い始めには特に注意が必要なお薬です。はい。というわけで、ちょっと3分解説では、ちょっと難しいですけれども、まあ、この3つのお薬ですね、プレガバリンと、デュロキセチンとトラマドール。この3つは、知っていただけたらなというふうに思います。はい。というわけでは最後までご視聴ありがとうございました。さようなら。